どうも、最近犬かもしくは猫を飼いたいなと思っている三浦です。皆さんは犬と猫どっち派ですか？僕はね、実は妖怪ウォッチをやっておきながら犬派なんですね。猫、まあね、まあ猫もいいんですけど、猫も可愛いなとは思うけど、犬の方がやっぱ純情だからね。で、僕小学校の頃ね、ちゃんと犬飼ってたし、16年ぐらい生きていて、まあ途中で死んじゃったんですけどね。一人暮らしはね、今一人暮らしなんですけど、めっちゃ寂しいんですよ。喋る人いないですからね。まあ犬飼っても喋らないんだけど。さて、まあ妖怪ウォッチの動画やってきておりますけども、いい加減ね、ちょっとやることがなくなってきましたね。あと2、3日、寿命が持つかどうか。はい、ということで今回はね、何をするのかというと、これ、渚に来ているんですけど、渚で限定妖怪が手に入りますよね。なんか名前が波平みたいな。サザエさんがに出てきそうなね、名前の妖怪がいるんですけど、そいつをゲットしていこうかなと思います。ふぃー、ようやく工事が終わったぞ。だいぶ時間かかったね。1年はかかってないか。でもだいたい1年ぐらいかかってるよね。渚中工事してたのかな。いやー、長かった。本当に長い工事だった。何の工事してたんだろうね。季節が2回か3回は変わるくらいじっくり工事しちまった。だがおかげさまで完全に元通りだ。いやー、いい仕事したぜ。とすまんすまん、ここを通りたいんだろう。すぐに片付けるからちょっと待ってておくれよ。よし、じゃあ行きますか。やばい、お兄さんに話しかけられた。赤い箱。やーん、怖い。なんかね、大して調べてないんだけど、おそらくこの奥にいるはず。ペロ。さあ、着いたよ。この奥にいるんじゃないかな。間違えた、こっちだ。この奥に波平がいるはず。あれ、いないんかい。いないじゃん。どこにいんの波平。やばい、ちょっと調べるか。人の動画カンニングしてやったぜ。ここだ。ずいぶん端っこにいるな。我が名は磯の波。磯の波、波平じゃないんだね。この海を滑るものぞ。海は我が子が、しかし海の力は偉大なり。常に己を高めてこそ海を滑ることができるというもの。故に我はここで強者の訪れを待っておる。やだ、ご苦労様です。して、お主、ここに来たということは我に挑戦を挑むというわけか。じゃあ戦っていきますか。ごっつぁんですって言った今。お相撲さんなの。その挑戦受けて立つ。心してかかられよ。さあ、いきますよ。ちなみに、今回やっているのは寿司バージョンで、完全なサブアカウントなんで、見てください、この僕の使っている妖怪のなんと、まあ貧相なこと。しかもね、全員レベル99じゃないからね。ごっつぁんです。やっぱ気のせいじゃなかったね。よっしゃーね。この僕のサバアカウントのね、妖怪の恐ろしさをちょっと見せてやろう。うわー、来たね。初めて。何やってんのこれ。あ、移動できなくしたの、もしかして。地味すぎるだろ、技が。あ、これ当たんねえや。あ、いいね、ケチらし。なんか、あー、あのケチらしの必殺技いつまで通用してんのかな。あ、いなくなっちゃった。何の役にも立たなかった。さあ、ちょっとヒーラーがいないのは結構厳しいな。さあ、こうしますか。
ょっと移動してほしいんだよな。あー、嘘。ちょっと前には弱すぎないね。一発でやられなかったんよあなた。さあ、モテモテの必殺技は確かビンタだったような気がするんですけど、あ、ガード状態だけどいいや。いや、そっち？そっちだったか。さあ、これちょっとブラスターやっていかないと厳しいかもしれないな。さあ、どうしますか。豪傑いこう。あー、やっちまった。これ本当に倒せんのかな。ちょっとヒットポイントどんだけ減ってる。うわ、全然全然じゃん。ちょっと頑張ってほしいよね。あ、いけいけいけ。しかしやたら時間かかるなこれ。ちょっと待って、攻撃系の妖怪が全然いないのはちょっと失敗だったな。ちょっとガードしすぎじゃないね。ガードしすぎだと思うんだけど。あ、来た。OK。 相手サボり状態。うわー、弱っち。うわー、ちょっと弱かったな。だけどマイニャンしかまともにね、攻撃系の必殺技出せんのいないから、もうガンガン出していくしかないよ。あー、くそ、逃げんなよ。そうだね、このモテモテンとこのマイニャンの2コンビでガンガン削っていこう。いや、ガードすんなって。もうタンク系の妖怪なんですかね。さあ、ちょっと牛乳でガンガン回復して、ダメージきた。シギカッター相当久しぶりですけど、お、いい感じに、いい感じに。あー、すごいねこれ。ブラスター攻撃力高すぎる。シャートもちょいだ。おいー、まさかの一発。間に合うか。よし、サボってる。オッケー。で、ここ回復させて、復活させて、モテヌスの必殺技これで決まるな。あー、ダメだ。ガードが結構厳しいっすね。おい、おい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 、なんかおちょくられてるような気がする。あー、まだ出ないか。多分今から出してる。あー、来た来た来た。やばい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 の来るよ。そう、すげえダメージ入ったね。あともうちょい、でもあともうちょいだぞ。おし、いった。どういう妖怪なんだろうこいつは。ぬふん、なかなかの強者。お主ならば海とも近しくなれよう。エソの名め。
なかなかの腕前。お主の力、海にも勝りうる力なり。しかし忘れるではない、海はいつも美しく、美しくも時に牙を剥く。恐れを忘れるではない、海を忘れるではない。何説教されてんの俺。そうしてやっと海と近しくなれるのだ。この妖怪ニョロロン族だったんですね。なんか豪傑っぽいけど、スキルが海の恵みでサブから目に出た時味方一匹をお祓いする。このサブから目に出た時っての多いですね結構。はい、ということでね、通信対戦で使うことは多分ないと思います。はい、ということで今回はここでおしまいにしたいなと思います。チャンネル登録、高評価お願いいたします。